子供たちの憧れの職業として、昔は電車の運転手さんが人気で、鉄道マニアの少年も多かったと聞いている。近年では、子供たちのなりたい職業に YouTuber が注目されているが、運転手さんに憧れるものも少なくはない。しかし、この AI が台頭してきた時代に、2020年消える職業仕事は、電車の運転士、車掌って聞いて、本当に驚いてしまった。そう、電車の運転士、車掌が、やり玉に上がっており、軌道上を走る電車は、自動運転化が進めやすいと言われていた。そんな時代が来るのは、時間の問題かもしれないが、やっぱり運転士さんが乗務する電車がいいですよね。では、どうぞ。今回は、日本の電車運転士さんが乗務している様子を映した映像からで、運転士さんが、視差観光を徹底して行っている姿が収められています。ミスや労働災害の発生を少なくするために、様々な現場で取り入れられている視差観光。1. 目で見て、2. 腕を伸ばし指で指して、3. 声に出して、4. 耳で自分の声を聞く。視差観光による確認は、目で見るだけの場合に比べ、ミスが3分の1ほどになるそうです。そのため、建設業や製造業など、発祥である鉄道業以外でも広く取り入れられています。運転士さんの基本をおろそかにしない仕事ぶりに、多くの外国人が感銘を受けたようでした。海外の反応。あの仕事が大好きなんだろうなっていうのが伝わってくる。カナダ。欧米だと、会社は適正な給料を払ってるようなふりをしてるし、俺も働いてるふりをするかっていうスタンスだもんな、国籍不明。そりゃ、日本で運転士になれたら超ハッピーだろうさ。アメリカ。チェック。チェック、とにかく、チェックって感じですね、シンガポール。運転士さんのあのルーティンを見てると、すごく落ち着く。アメリカ。複雑なことは忘れずにできたのに、基本的なことは忘れてしまう。そういうケースが信じられないくらい、たくさんあるんだよね。例えば、飛行機のパイロットに多かったりする。あの運転士さんがやっていること、そのすべてが立派だと思う。アメリカ。ああやって指を指して確認するのは素晴らしいアイデアだね。オーストラリア。いやー、俺的にはこれめちゃくちゃ興味深いわ。イギリス。運転中に歌い出したりしない限りは何をしてても気にしないアトランタ。これは陽気な運転士さんを発見しましたってこと？ジンバブエ。声も入れてくれてよかった。指差しやかんこするのはすべて安全に電車を走らせるためなんだよ。サンピエール島、ミクロイ島、普通。日本のローカル列車の運転士の様子が見たいから、俺も本気で日本に何年か滞在してみたい。スイス。はっきり言っておかしく見える。でも、ああやってしっかり確認をしてる限りは、運転士さんが寝ることはないから安心して乗れそう。国籍不明。一つ一つの動作ごとに、一人でも声を出してるのは、自分が、今何をやってるのかをちゃんと確認するためなんだろうね。声と動作が合ってれば、ミスは起こらないから。アメリカ。住宅の近くを電車が通ってるのが、やたらクールなんだが。ブルガリア。クールでも、線路の近くには住みたくないだろ。防音壁もない中、数分ごとに電車が通過するんだ。電車が走らないのは夜の5時間くらいだぞ。ドイツ。特別な安全を乗客に提供してくれてることに感謝したい。運転士さん、頼りにしてます。オクラホマ。ワオー。日本の運転士さんはかっこいいね。ミシガン。やるべきことをきっちりとやってるのね。あの人は、ちゃんと仕事上のルールを徹底して守ってるのよ。国籍不明。敬意しかない。自分の仕事にあれだけ真摯に取り組んでるんだもん。オランダ。ワオ、本当に新たなことを学べたって感じ。ありがとう。イギリス。ロボットみたいだな。ラジャー、ラジャー。でも、ニューヨークだと、運転士が普通に寝るから、あれはいいな。アメリカ。
日本の電車ってこっちで走ってる車より綺麗なんだけど。アメリカ。人が真剣に仕事に取り組む姿はいつ見てもいいものだ。オランダ。とてもプロフェッショナルな運転手さんだね。これもオンリーインジャパンなんじゃないかな。ドイツ。すべてが興味深い。順序を覚えるために動作を入れることでステップを抜かしたりすることが少なくなるんだよ。アメリカ。完璧主義者な運転手さんですが。イギリス。強迫性障害という言葉が思い浮かんだ。アメリカ。電車の運転手さんは50トンもある車両を運転してるんだから、むしろいいことじゃないかと私は思うけど、国籍不明。日本のほとんどの鉄道会社では実践されてるよ。義務ではないけど、多くの会社は乗務員に強く推奨してるんだ。資産勧告というもので、今では日本以外の国でも徐々にではあるけど導入されるようになってきてる。オランダ、日本在住。家に帰ってからも何かするたびに確認する癖がついちゃわないかな。アメリカ。運転士、今日が初乗務。緊張で何をしていいのかわからない。今日中に大きな事故を起こしてしまう気がしてならない。そんな独り言じゃないことを願うよ。オーストラリア。あの人は絶対自分の仕事が大好きなんだろうね。だからこそあれだけプロ意識がものすごいんだ。そして細かなところにも気を配れる。いいね。スウェーデン。素晴らしい。あの人の運転なら安心して乗車できる。国籍不明。フーム。僕には控えめに言っても変人に見えてしまう。アメリカ。日本の鉄道の動画をもっとアップしてくれませんか？向こうの風景がなんだか好きだ。カナダ。俺が日本に住んでた頃、これは運転手さんに限らずだけど、日本の鉄道会社の人のプロフェッショナリズムは本当にすごいと思った。イタリア。でも、電車の運転士の養成には、多額の費用と長い時間がかかると言われており、自動化の流れは避けることはできないのかも。しかも、入社段階で運転士としての資質もチェックせざるを得ず、入社希望者の選別も課題である。そんな状況ではあるが、応募者の資質にも変化があり、それにかなう人が少なくなってきていると言われていた。しかも、GPS 機能を使ったりして、電車の自動化が進めば、電車の運転手や車掌さんを必要としなくなるのだ。なんだか、東京五輪が楽しみだった2020年だが、なくなると予言されている仕事も多くあり、寂しい気分になっていた。